ありがとうございました。ブラックシープです。メンバー紹介します。ピアノ菅大郎、トランペットエレクトロ石川博之、バリトンサックスと、あとちょっと後でバスフルートも弾きます、吉田隆一です。ブラックシープのライブ自体ちょっと久しぶりなんですけれども、まあね、あのこんなご時世ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。赤い日、青い日、六本木、数々の誘惑をくぐり抜け、ようこそ荻窪ベルベットさんへ。みんな自宅でしょうけど、あのそうですね、赤い日、青い日、六本木、なんでもないです。あの、ね、あのこうやって喋りながら考える癖をなんとかした方がいいですよね。あの MC で今日何喋ろうかなと本番前にちょっと考えてて、ずっと頭の中で回ってた言葉が、始圧の心は母心、始圧の心は母心、そこから何の展開のしようもなくてですね、あの諦めましたですね。というわけで1曲目にお送りしました曲は、バン・ボクトというあの、ね、SF 作家さんの、書いた小説にちなんだ、曲です。スランという曲ですね。スランというのはあのバン・ボクトのいわゆるミュータントテーマの SF なんですけれども、バン・ボクトは、この小説を執筆するにあたって、まあ、あのこれは浅倉久さんの、 その、役者後書きに書いてあったと記憶してますが、あの夢日記みたいなものをアイデアノートとして使っていたと。あのつまりこのスランという小説は、夢なんですよね。で、あのそれがあのなんというか朝倉さん曰く、なんかその夢の統合性みたいなものが、ストーリーとしてのいろんな細かい矛盾点やそういうものとは関係ないその夢の、あの不合理不条理な、でも何か一貫したそこに流れるもののある、そうしたあの説得力みたいなストーリーのね、そうしたものを、スランという小説からまあ感じるということを書いていらしたんですが、それはまあ私にとってあのいわゆる音楽というもののね、そうしたある種の不思議さとも通ずるような気がして、すごく好きな小説でこういうタイトルにしました。次の曲は、最近でもないか、ずっと前からいろんな曲やってますけど、最近やでもやってる曲の中ではまあ一番古い部類に入りますね。星の明かりは彼女の耳を照らす。
ありがとうございました、星の明かりは彼女の耳を照らすという曲でした。ちょっと楽器を下ろさせてください。今よっこいといったところでよっこい正一と言うと思ったでしょう。そうは問屋が下ろしません。誰に向かって話してんですかねこれね。多分ね、普段ライブでこういうくだらないことを言ってると必ず失笑してくれるお客さんが何人かいらっしゃるんですけれども、人がいないところで滑り続けるってすごい辛いものがありますね。幸いね、今優しい、ベルベスさんの店長さんが一人で失笑してくださってますが、ありがとうございます。私は人の失笑に助けられて生きています。いいもんですね。というわけでね、次の曲は、これ、今までの2曲は、それぞれ、サードアルバム、セカンドアルバムに、収録された曲なんですけど、次の曲はまだ収録されているアルバムがありません。ちょっと前にね、狂える羊王の物語みたいなのを、即興ででちありながら演奏するというシリーズがあって、あまり評判がよろしくなくて打ち切りの打ち目にあったんですけれども、その中での楽曲で、生き残っている曲が何曲かありまして、そうした曲の1曲ですね、黒き森の奥での祈り。
ありがとうございました。あ、危ない、星の明かりはじゃなかった、黒き森の奥での祈りでしたね。そうですね、思ってたよりも、そうか、普段ね、なんかめちゃくちゃ無駄に喋ってるんでね、なんかすごい時間かかってる気がして、いつも通り普通の2セットの、1セット分ぐらいの長さで4曲というつもりでやったんですけど、随分あれですね、まあ、ちょっとぐらい早い方が、普段ね、長い、なんていうんですかね、配信映像よりも短い方がいいのか良くないのかどっちだ勝負、というわけでね、なんだかよく分かんないですけどね、何言ってんですかね、いかにね、今ね、私がね、人の失笑に助けられてるかってことを思い知りましたよ、こういう時こそね、みんなが笑ってくれるから安心して滑っていられる失笑、失笑にまみれた人生ですよ。来世もね、来世も失笑にまみれた生き方を、これそれでもあれなんですかね、やっぱ前世の報いなんですかね、なんか前世がすごくなんかなんていうんですか、いや、どういう報いで次の人生がこうやって失笑まみれになるのかよく分かんないですけど、因果応報と申しますが、因果応報と申しますが、皆様いかがお過ごしでしょうか、ね、暑くなったり寒くなったり、夏だったりなんかね、でも、湿気がまだね、そこまでめちゃくちゃ高くないんでね、暑くなってもまあまあ光などに言えばなかなか過ごしやすい、風が吹いたら気持ちがいい、そういう感じですけどね、なんか、第6話なんか告知とかありますか、喋っても、うん、拾えない、なるほど、ね、今彼はね、マスクをしてるんでね、マイクがないから、でもこれマイク受け渡しとか危険だからね、じゃあ、そうですね、なんかリモートで、じゃあ第6が言うのを俺がこうやってなちょっと言ってください。
はい、なんか告知があったらリモートで。告知は、はい、告知はありません。ありません。はい、わかりました。じゃあリモート告知で石川君は。僕もないですね。はい。このご時世、私も特にあるわけじゃないんですけど、日程が未定のやつがね、さっきね、日程が未定のやつなかなか告知あった、告知あった、告知あった、はい、リモートで、6月3日に、ドルフィっていうお店でライブをやります。限定15名らしいので、お早めにご予約をどうぞ。ご予約をどうぞ。なるほど。横浜のね、ああいうなんか新しい基準というか、その着席ライブのね、そういう、あ、それは大阪か。でも横浜もね、そういう感じでライブが解禁みたいな、神奈川県もね、そういう感じになってきてるんで、その席を十分にソーシャルディスタンスを取った、限定ライブという形で、6月3日ドルフィ桜木町ですね。メンバーは林英一さん、高潔正代、坂田明さんがまだちょっと見て、未定だったら言っちゃっていいんですかね、これ。まあ、いや、未定ですね。はい、というわけで、そういう、ドルフィーでね、何回かやってる3アルトプラス大郎君の、イベントですね、ぜひとも。わしの方は、まだ日程未定なんですけど、さっき、北野優作さんがフライングでツイートしちゃったんで、告知しちゃいますけど、早川文庫から、100文字 SF というね、北野優作さんの、あれなんか砂の嵐を今俺は一瞬見たんだけど、何だったんだ、北野優作さんの100文字 SF という早川文庫から、発売される、北野さんが長年ってことでもないか、何年間にわたってツイートの形で100文字で完結する SF 小説をずっと毎日日課のように書いていまして、それをまとめた単行本が出ます。でそれを北野さんが大阪で朗読、私がここで演奏するリモート朗読セッションを行います。失笑が今ほとんど関係がないんじゃないか、関係のない場所で同時にやってるのを同時に流してるだけみたいになる可能性もありますが、何でもやってみないと分かりません。というわけで、それが6月に予定してます。まだ日程が決まってません。もともとその単行本もね、5月発売の予定だったのが、だったよな、6月に延期になったので、ちょっと、それより前には多分できないですけど、前後にやりますので、よろしくお願いいたします。というわけで、本日おしまいの曲になります。これは、怪奇大作戦京都買いますや、SF 小説、木星買います、あれ木星買いますだよなとか、いろんなものに刺されて、一番刺されてるのはノーストリリア、人類補完計画シリーズの SF 小説ノーストリリアに刺された曲で、地球買いますという曲です。
菅大郎、石川博之、吉田隆一でした。ありがとうございました。またねー。